藤さん、春菜さん、三浦さん、天の声さん、おはようございます。長作ひろみです。井浦新です。浅田美代子です。川瀬さんの、またこちらは爽やかな笑顔でございます。長作ひろみさん、井浦新さん、浅田美代子さんが登場したのは映画朝が来るの初日舞台挨拶、ね、川瀬さんだもんね。そうなんです。スッキリのコメンテーターでもある川瀬直美監督の最新作なんです。特別養子縁組によって男の子を迎えた夫婦と生みの母親による心の葛藤や家族の在り方を描いた物語。原作は直木賞や本屋大賞を受賞してきた作家辻村瑞希さんの同名小説なんです。さあ、こちら幼い我が子をめぐったストーリーということで、皆さんにもご自身の幼少期について聞いてみました。とてもインドアな地味な子供でした。あ、そうなんだ。で、小5の時にあの鳥箱が飛べるようになったんです。5段の鳥箱が、それを飛べるようになったらなんかダダダっていろんなものができるようになって、飛べるようになったら登りもできる、逆上がりもちょっと走るのも速くなったりとかして、すごい飛躍したんですよ、私の中で。私も外で遊び続けて、通知表とかにもあの落ち着きがないって大体書かれる。それ野良は駆け回ると背が高くなるとかないの、みんなほら背高くなりたいとかきっと思ってるかも。どうなんでしょうね。ねえ、なんかあんのかな。私は本当、怪我ばっかりしてましたね。あの木登りしたりとか、そういうタイプの子だったんで、はい、あ、関係ないみたいですね。インドアとかアウトドアね。ということで、アウトドア派は背が高くなる説が、すごいスピードで一生7つ、ね、すぐ横にいましたからね、アウトドアやってらっしゃったというね、美代子さんが。さあ、これ子供時代、五郎さんって小さい頃どんなお子さんだったんですか？だろうなやっぱ本とか、まあ、野球はやってましたけどね、全然勉強しなかったな。そうなんですか。いつから勉強したんですか？いや、勉強はだいたい試験の前の夜。地頭か。頭いいから。そっか、集中力。昔からね、なんかすごい勉強が好きで、学校でトップでってイメージかと思ったら、あ、いっぱいやっぱスポーツに遊びにっていう元気な活発な子だったんですね。はじゃあ、でもただね、テレビご覧ね、お子さん、あ、そうなんだと思わないでくださいよ。五郎さん、五郎さん、また違いますからね、ということでございまして。さあ、今回さらにクイズまでいただいたんです。加藤さん、はい、今回映画にまつわるクイズです。問題です。今回の映画では、撮影前にこうキャスト陣でこう親睦を深めていくために、実際家族として生活をする期間が設けられる役積みという ことがあるんですけれども、川瀬監督の意向でそんなことまでするのかということがありました。それは一体何でしょうか？さあ、加藤さんにクイズです。映画朝が来るでは撮影前、キャスト陣が役に合わせた生活をする期間が設けられていました。その中でも井浦さんがどんなことまでするのかと思ってしまったこととは一体なんだっちゅう問題。答えは CM だとお願いね。ここからはご覧、加藤さんにクイズです、はい、映画朝が来るでは撮影前、キャスト陣が役に合わせた生活をする期間が設けられていました。その中でも井浦さんがそんなことまでするのかと思ってしまったことはなんだ。あの映画の中に、はい、あの出てこない親戚役の人も集めて法事やったんじゃない、そこまでやるかと思うね。確かそれだったら、うん、法事はやってない、やらない、やってない、住民票をロケ地に移させた。それ大変よ、うん、役積み大変よ、それ戻す時とかも。違う、ヒントください、はい、これね、長崎さんと井浦さんは夫婦役なんでございます。はい、うん、え、夫婦役で、え、なんですか。あ、同じベッドで寝た。あ、そういうこともひょっとしたらあったのかもしれない。さあ、さらにそれでもないんです。え、これね、2人で思い出を作るために、え、席を入れた、席入れたらダメでしょうよ。なんでか結婚しちゃうのよ。しかも俺の答えるところじゃなかった。みんなで分かる、興味津々になっちゃう、分かる。これね、結婚前の設定のシーンもあるけどね。結婚、結婚式、式じゃない、もっと前よ、じゃあ2人で旅行。正解、本日旅行。正解は妻役の長作さんとデートをしたです。ね、クランクインするだいぶ前ですよね、うん、そうですね。台本の中にその
あの2人が付き合ってた頃 の、うん、あの会話を2人でするっていうそのシーンがあるんですね。だからそれを経験していないとそこまでたどり着けませんっていうことで、あの川瀬監督の方からもう集合はさせられてるんです。何するか分かってないんです。私たちでデートしてもらいます。宇都宮に行きます、うん、宇都宮餃子を食べてくださいって言って、レンタカー屋さんに2人で借りに行って、乗っていっぱい回りましたよね。行きました、いろいろ行きました、はい、お二人で行くんですか。2人なんですけど、でもこの後ろにあの見えない川瀬監督があの何も言わずにずっといるんです。あんな感じで監督がいらっしゃる。ちょっと待ってください。そう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 、そういう感じで、はい、そうこっそりいつも何かね、はい、ずっと見られていました。正解は妻役の長崎さんとデートをしたでございましたね。忍び方がすごかったですけどね。そうだね、忍べてないけど、忍べてないですね。存在感がな、はい、あと目力で気づいちゃうんですね、うん、ただこれすごいのがこれ本当にデートしてる気持ちになってほしいのでデートコースは全て井浦さんが考えたんですって。すごい、デートしてくださいって投げるだけなんで。いやでもそうなるとやっぱり本当に自然な夫婦の感じになるんだろうね。なるんでしょうし、すごいのが川瀬監督2人の会話を後ろでギリギリ見えないところで聞こえるか聞こえないかのところにいて、で会話してるその言葉の端々いいなと思ったらそれを書き留めて作品に入れてるんですって。自然な言葉っていうのを大事にするんだね。そういうことなんですよ。いやすごいですよね。あとなんかベビー用品を買うときとかもあの初めてだとなんか違和感あるから一回撮影関係なくベビー用品買いに行ってみてとかそういうのとかやったんですよ。だから、ひょっとしたらね、なんか記者の人とかびっくりした人いたでしょうからね、あれ。そうね。さあ皆さんが出演する映画朝が来る現在公開中でございます、はい、ということで今日のクイズここまで。さあそしてですね、先ほど綾野剛さんのテロップが藤井道人監督になっていたということなんですね。さらにまた監督のお名前を藤原監督とご紹介してしまったということで、いろいろ間違ってたね。いろいろ間違いがギュッと詰まってましてですね、反省のために今私手をつねりながら喋っております。失礼いたしました。ということで、ご覧の皆様、綾野剛です。常田大輝です。藤道人です。悪そうだね。ねえ、色っぽいっしょ。ああ映画か、映画の役か。そうでございます。いや、プライベートなワンシーンでこれやばいっしょ。来年1月これでみんな飲みてるのかなと思って。かっこいい。これね、映画のタイトルもね、直球よ。ヤクザと家族、ザ・ファミリー。こちらの主題歌をキングヌーの常田さんが担当することが今朝解禁になったんでございます。こちら日本アカデミー賞で最優秀作品賞に輝いた映画、新聞記者の藤原道人監督の最新作。ヤクザの世界で生きる男の反省を争いではなく家族という観点で描いたヒューマンストーリーなんです。脚本を読んだ綾野さんが直感で常田さんへのオファーを提案したということなんですね。出来上がった映画を一緒に見たお二人、感想をこんな風に語ってました。幾度とあのほっといたら涙が流れてしまう場所、場面いっぱいあったんですけど、なんとか抑えてたんですよ。最後、まあ、ファミリアが流れて、ああもう無理だと思って、でももう隣に座ってたんで、天気がついた時になんか泣いてるとな、ちょっとびっくりするかなと思って、こう拭いてて、よし曲も終わって落ち着いたと思って電気ついて、いやよかったねって言って大輝の方向いたら大輝が号泣してるっていう。号泣しちゃいましたね、普通に。自分にとってもとても重要なあの作品になりました、はい、この感じで泣いちゃうあたりのギャップね。いやキュンとくる方もいるんじゃないでしょうかね。さあ一体ねこの方々が号泣してしまったという映画、気になる方、綾野さんが主演の映画ヤクザと家族、来年1月29日公開でございます。さあ続いては豪華俳優陣が出演する映画の話題。いや熊本弁バージョンです。こちらなんか俺もその中の一人みたいになってませんか。
勝手に入らないでください。すいません、すいません、はい、いいんです。でもね、いや、みんなでもやっぱその一瞬でも、ね、一緒にコラボしてるのが気持ちになると嬉しいのかもしれません。あ、杉山さんもコラボできてますよ。事前に選ばれたファン500人がモニターに登場して一緒にライブを楽しんだんです。いやー、これね、ファンが盛り上がってる姿が見れたら、これビリー・アイリスさんもテンション上がる。あ、同じ神経衰弱。僕たちは応援されてきた人生なので、応援ということに関してはアマチュアだなと、ファンの方の応援、本当プロフェッショナルだなとすごく痛感しております。いい言葉ですね、トッツ、素晴らしい。エビセンスの皆さんが初主演を務める映画俺たち応援屋の初日舞台挨拶に登場しました。映画は人々を応援することを生業とする応援屋が伝統行事のお祭りを復活させるために様々な困難に立ち向かう中物語。イベントでは ABCC の皆さんにジャニーズの大先輩東山紀之さんからこんなサプライズメッセージがあったんです。今日は10月23日、ジャニーさんの誕生日という、はい、なんか縁があるんじゃないかなと思います。そんなジェニーさんの意思を継いでですね、 ABCG も歌に、踊りに、芝居に、モノマネに、あ、これ今松潤かな、あ、ありがとうございます。頑張っていただきたいと思います。頑張っていただきたいと思います。東山紀之でした。サプライズすごい嬉しいんですけど、はい、サプライズでサプライズモノマネ振りしちゃダメでしょ。東山さんのモノマネもやってますよね。ちょっとやってますね。東山紀之さんの自己紹介。東山です。さすがですよ、この振られてからすぐやるスピードね。すごい、本当にクオリティ高いですよね、河合くんのこのね、ジャニーズモノマネ。うん、でこのモノマネといえば、先日『スッキリ』のスタジオである方のモノマネを披露した方がいましたね。うん、1週間前のこちらの映像をご覧ください。うん、おはようございます。10月12日月曜日の『スッキリ』です。ほんのりたさんという情報キャスターは森アナウンサーです。おはようございます。いや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 、加藤さんがお休みなんで、小沢さんちょっと横に立ってくださいって言ったら、めちゃめちゃ加藤さんっぽくしてるんですよ。まあまあ、でもね、いいじゃないですか、これから。いや、でも加藤さんがいないと寂しいですね。笑っちゃって、ニヤニヤしちゃって、この座を狙っていたかのような。今後はね、この形で。これちょっとね、小沢さんが加藤さんっぽいのができたっていうことなんですけど。どこ、あの、おはようございますの言い方ですか。まあ、そうですよ。うん、結構、うん、言い方とか返事。俺結構これ自信あるんですけど。俺あんな感じですか。ちょっとやってみます。結構ね、いい、もう一回。はい、お願いします。いきますよ。おはようございます。当たり前じゃねえからな。それ俺の真似してる原口のものなんですよ。そうか、だ本人って意外とね、モノマネにあれってなるらしいけど、僕たちからすると似てんなって感じよね。あんな感じか。そうなのよ。もっとちゃんとおはようございますって言った方がいいね。おはようございますって言われましたから、変えます。おはようございます。じゃあ、明日火曜日の加藤浩次の挨拶、皆さん楽しみにしててちょうだい。すいません、迷惑かけてございます。ないですよね。 ABCG の皆さんが主演を務める映画俺たち応援は現在公開中です。続いては男の色気が漂うあの俳優さんの登場です。